稲葉氏は稲葉国に関する江戸時代中期に編纂された致死資料である。成立時期は一応完成7年とされているが、その時点では実際には世に出されず、その後も過失が行われた。稲葉民団記と並び、近世の稲葉国に関する代表的な致死とされている。稲葉氏の弊社は、安倍康庵文化5年4月18日という人物である。案は、 和合で、本名は、安倍これちか。医学を志して、与那子の医師、吉岡玄章を、吉岡吉明という不死の下で学び、鳥取藩の目付、け、学官奉行である川田東高からは、儒学や朱子学を学んだ。その後、京都に出て、学問を収めつつ、文学修字にも傾倒したという。鳥取に戻ると、天明6年に鳥取藩の近所となった。 安倍康氏案は若いうちから、藩の天意だった小泉智方による稲葉民団記の増歩を目指していた。稲葉氏の総工には、俗稲葉民団記や、増歩民団記の課題が記されている。京安は、この増歩の実現のため、数十年にわたり、藩内各地を回って、資料を集め、正確さを求めて、実地調査を行った。この事業に傾注した安氏案は火力をこれに、 費いやすあまり、家は急乏し、雨漏りをおむすための資金すらなかったと伝わる。稲葉市に描かれた裏、深い岸の戦艦松島裏、深い岸の戦艦松島、稲葉市は、複数の写本が現存するが、それぞれの相違点が大きい。稲葉国一宮の奪い神社には、安倍康市安実質奉納による原点と伝わる全86巻の稲葉市があるものの、実際には、 これが原点であるかは不確かである。鳥取県立図書館に所蔵されている西橋蔵書版の第1巻には明治19年に原本から作成された写本である旨が記されている。このほか鳥取藩の藩校、久野理館には全36巻本が伝わる。西橋蔵書版に従うと巻の構成は次のようになっている。これに同時代の鳥取藩をはぎ、 身の浦ラ・明による序文が添えられている。稲葉民団記が国主についての記述が中心的だったのに比べると、稲葉市は各地の地市に比重が置かれているのが特徴である。前半を占める各軍の末期では、当時の豪村の個数や産物、交通などが詳術されている。なお、明治時代に陰白草書として刊行され、後にその復刻版も刊行されたものの、 皇帝が不十分で脱老も多いとされている。一般的に、稲葉氏は完成7年に成立したとされている。ただしより正確には、完成7年4月の時点で一旦脱稿したものの、それが公開されることはなかったと推定される。稲葉氏に含まれる図絵の中には、今日は2年や文化2年に作成されたと推定されるものも含まれており、1795年以降も、 過失が行われていたのだろうと考えられている。また、目録には、歴史校は20巻となっているが、実際には3巻の村上天皇までしかない。これは、安倍康史案が20巻を書き上げる前に没してしまったためと推定されている。弊社の安倍康史案は、奥断せずを心情に、長い年月を費やして、資料を収集し、実際に、 現地へ足を運んで調査を重ねたという。そうして衝述された稲葉国各地についての記述は、江戸時代の稲葉国を知る上で、稲葉民団記と、総壁をなす重要な資料と位置づけられている。しかしながら、文政十二年に、鳥伏死を表した岡島正義は、京安の業績を称賛しつつも、奥土試験の説少なからずと評した。本書とは別に、 教法年間に成立したとみられる稲橋、高嗣氏もある。吉岡家は、与那子城に勤める以下で、吉岡県章は、名医として知られていた。法歴10年に、鳥取城に召し出され、後に、藩主池田重官の病の治癒の功で、六でか三百国を与えられるまでになった。一術の他諸学に通じ、文学や徘徊も足しなんだ。ただの著作と言われる、 中蔵郷の注釈書、新興正中蔵郷を表した、晩年の画語を吉岡博志沖菜という、ありがとうございます。